Gentlemen, how y'all?令和になってから、2日目ですが、少し晴れ間が出てますね。わかりにくいか、雲が厚いですが、太陽の日差しを感じています。ジャン君は少し暖かいので気持ちよさそうにしているところです。さあ、今ゴールデンウィークの真っただ中というところでですね、なんかちょっと、出かけて飯でも食おうかって言ってもやってない可能性もあり、じゃあうちで仕事でもするかなっていうところですね。仕事でもするかなっていうよりは結構地味な仕事が今ずっと続いていてですね、黒犬おじさんはまあ、一つの山ですね。仕事の中でもね、このコツコツをやり続けないと、楽しいところに抜け出ませんので頑張っています。頑張るよジャン君。今日はこんなものが届きました。これはですね、イボイボのついた軍手みたいなやつですね。これでジャン君やトンちゃんを撫でてねということのようです。差出人は不明です。どうもありがとう。お店の、住所は書いてあるけどということですね。どなたかから届きました。ありがとうございます。ありがとうございます。開けましょうか。あ、ジャン君が逃げました。せっかくこれでやろうと思ったな。ジャン君がびっくりして逃げました。ジャン君おいで。ジャン君よくおいで。せーの。はい、ジャン君。ジャンくん。はい、ポンちゃん。寝てたな。なんか気持ちよさそうだね。うん。はい。あ、どうも。はい、ポンちゃんもね。ちょっと待ってね。よいしょ。はい、ジャンク。いっぱい泣いてるね、おふけちゃんはね。はい、ジャン君、ちょっと怖い？大丈夫？はい、いくだね。はい、パンちゃん。はい、ね、パンちゃん。ジャン君のこんな感じでいっぱい取れました。ちょっと撫でたらこんなでしょ。あー、ほら、ポンちゃん、ジャン君の匂い。はい、いくだね。はい、やっいいね、ボリボリしながら、いいね。はい、ポンちゃんの毛はこんな感じで、ジャン君よりいっぱい取れた。ポンちゃんすごい。ポンちゃんもっとしてもらおうね、後でね。ポンちゃん、すごいね、ポンちゃん。またやってもらえるの。ポンちゃん
これツヤツヤになるね。やっぱ面積が広いから。はい。でも両手でやるのって知らなかった。片手だけだろうかと思ってた。これあれかな、大型犬の子とかさ、両手でさ、はいはい、よしよしみたいな感じでやるといっぱい取れる。ムツゴロウ仕様だね。うん。はい。はい。じゃあ、いいね、パンちゃん。めっちゃ気持ちいいね。よかったね、パンちゃん。よいしょ。はい、こっちはこっちで。あ、取りやすい。取りやすい。パンちゃん、いっぱい取れたね。うん。ちゃんこのはね、まだそうでもなかったからね。けどすごいや、ポンちゃん。めっちゃすごいね、ポンちゃん。ちゃんこはしょっちゅうやってやって攻撃があるから。うん。きれいに取れた？うん。そう、結構固まってた。そっか、いっぱい取れると固まるからいいかもね。